ルチューバーでーす。はい、ということでですね、今回はですね、まだ僕シラフなんですけども、僕がシラフということは何が起こるかというと、皆さんお待ちかねの思考シリーズを今回もやっていきたいと思います。今回ですね、もうみんなめちゃめちゃ大好きだと思います、思考の牛丼です。もうまあ牛丼って基本的にファーストフードなので、作り方ものすごく簡単なんですよ。ものすごく簡単なんですけども、一手間と材料も加えてですね、最高に美味しい牛丼をこれから作っていきたいと思います。僕もねちょっとねお腹が減ってますので、とりあえずお腹にご飯を入れて、胃に直接アルコールが当たらないようにしていきたいと思います。リュウジのバズレシピ、材料紹介まず行ってみたいと思います。牛肉です。今回はですね、バラの部分ですね、油がついているところを選んだんですけども、これはね好みでいいです。ロース肉でもいいですし、赤身の強いところでもいいです。これが、120g ぐらいですね。油が好きな方はこんな感じの油がついているものを使ってください。僕はこっちの方がタイプですね、はい、牛丼にするんであれば。あとですね、玉ねぎです。玉ねぎ 50g になります。あと生姜 5g 分、これ生生姜の方がいいです。本当になければチューブでもいいんですけど、今回至高なので、これ使わせてください。であと牛脂です。1個分は使わないです、半分使います。なぜかというと、今回ですね安い海外産の牛肉なんですね。これね国産牛の牛脂なんですよ。油の香りが違うんですね。なのでこちらの牛脂を使って、まるで国産牛のようですね、深い牛脂の香りのする牛丼を作っていきます。であとはこちらですね、赤ワイン。赤ワインが入るとね、コクが増して、あと香りもね、すごく高級感が出るんですね。で、こちらの、材料で今回はやっていきたいと思います。まずですね、今日一番特徴的な食材がですね、多分赤ワインだと思うんですね。食材というか調味料なんですけども、この赤ワインをですね、ちょっと有効活用していきたいと思います。ワイングラスを用意します。このワインを注いでいきます。はい。はい、そしてですね、僕の口に注いでいきます。こうすることによって僕のやる気が上がっていきます。まあ、茶番はこれぐらいにして、ちょっとやっていきたいと思いますね。ワイングラス片手に、ね、今日は、ね、おしゃれに牛丼を作っていきたいと思います。まず玉ねぎですね、できるだけ薄くしてあげた方がいいですね。はい、はい、こんな感じですね。この生姜もですね、これ、ね、皮付きでも構いませんので、こんな感じですね。なるべく細い千切りに、してあげてください。こんな感じでね、皮はですね剥かないです。汚れがあったら、取ってください。で、皮はそのままです。皮のあたりの方が香りが強いので、牛脂なんですけども、半分ぐらい切ってですね、こいつを使っていきます。なのでね、下処理はねこれで、終了なので、僕の下処理をしていきます。はい、そしてですね、こちらで僕の下処理をしていきます。今回はですね、二段仕込みです。なんでもできる。じゃあですね、まずは鍋に調味料を入れていきます。まずね、お醤油です。大さじ1、あとみりん大さじ2ですね。今日はね、本みりんじゃないです。みりん風調味料です。はい、みりん風調味料でもね全然美味しいので、ね、こちらの赤ワインです。お待たせしました。ハット料理に使います。これね、大さじ2杯入れちゃいます。はい、これでね、コクとね、香りがつくんですね。はい、これね、重要です。これが至高たるゆえんですね。今回ね、コンソメを使います。コンソメ小さじ半分、白だしです。白だしが大さじ半分ですね。で、今回はですね、この魚介のだしとコンソメのビーフの味を二段仕込みで入れていきます。だからダブルだしですね。あとね、お砂糖少しで、甘みを加えた方が美味しいので、お砂糖小さじ半分。これがですね、僕の思う黄金のスープで、こいつを火にかけて、玉ねぎを入れていきます。玉ねぎもね、具にもなりますし、このつゆにすごくね、玉ねぎいい香りがしますので、ちょっとね、忘れた、水大さじ2入れる。はい、水大さじ1、大さじ2です。であとね、ここに生姜も入れていきます。はい、火加減はですね、一回沸いたらもう弱めちゃって大丈夫です。弱めの中火で、これで玉ねぎはね、ちょっとしなっとなるまで沸かしていきます。そしてこちらに、入ってます赤ワインも僕に移していきます。あー、飛ばすねー、しょっぱながら。あんまりね、火が強すぎると汁がね全部飛んでしまうので、こんな感じでゆっくりね煮詰めていってくださいね。
いいですね。今ね、2、3分やりましたけど、玉ねぎはね、こんな感じで透き通ってきます。こんな感じになったら牛肉を入れちゃいます。今回120g、結構大盛りですね。で、ここに牛脂も入れます。今入れて牛脂、これでですね、もうこの油のね、いい国産の油をね、この牛肉に足していきます。で、牛っていうのはね、そこまでがっつりね、煮込まなくても美味しいので、赤みがなくなるぐらいまで、煮ていく感じで大丈夫です。で、牛はね、薄切りのもの、国産を使ったらまあもちろんうまいんですけど、国産牛肉はね、なかなかお値段が高くて買えないので、今回はですね、国産じゃない牛にしてます。国産牛使う場合は牛脂いりませんから。はい、そしたらですね、もう入れて 1,2 分です。そしたら、牛肉がもうこんなに色変わってます。はい、赤いところがなくなれば大丈夫。これでですね、牛丼の頭は完成ですね。がっつりとね、のせていきます。はい、おこれはあれですね、頭の大盛りですね、これね。普段牛丼食べてる方は分かると思いますね。つゆなんですけども、これもね、かけてあげてください。少しね、ちょっとつゆだくぐらいのが美味しいです。トッピングをしていきますね。牛丼にはね、まず欠かせない紅生姜です。はい、紅生姜乗せてください。僕は紅生姜を、乗せない牛丼は牛丼だと思ってないので、紅生姜ジャンキーなので玉ですね。はい、卵ポケットを作りまして、パカッと、はい、おー、いいですね。おネギパラパラと、完璧な牛丼ですね。牛丼といえば七味ですね。これをね、かけていく。そうしましたらですね、至高の牛丼の完成でございます。はい、それではですね、できましたので、早速食べていきたいと思います。まずですね、この卵を崩してからのお肉がたっぷりでございます。いただきます。いやこれね、本当うまい。味はね、甘すぎずすごく上品ですね。で、だしの味もすごく効いてます。これうまいな。赤ワインの香りでね、非常に高級感あるんですよね。専門店で食べるような牛丼に仕上がってます。このタレがうまい。この牛丼なんですけども、いろいろ好みがあるんですけども、今回はですね、そこまで甘めに しませんでした。ちょっとね、塩気が強いような感じでやりましたので、上品な味に仕上がってますですね。やっぱりね、牛脂が入ってるので、コクがすごいですね。これガンガンで、ね、牛丼吸えます、これマジで。これ牛丼大好きで、もう昔はもう相当すき家に通ったんですけど、すいません、僕すき家派なんで、吉野家派の方多いんですけどね。この甘すぎず、牛と出汁の旨味をガツンと感じられるこのね、牛丼、一度食べてみてください。これ本当にね、ワインも入れる。食べ方としてはいろんな食べ方あると思うんですけども、僕ね、牛丼屋さんチェーンでもやるんですけど、これもね、結構うまいです。牛丼で酸味がないので、その酸味も紅生姜で補ってるんですけども、このね、タバスコ、すき家ではね、タバスコくれるんですよね。これね、一振りして、またこの味が合うんだわ、これ。ということでですね、今回の至高の牛丼、これね、本当に上品な味します。外で食べる牛丼とは一味違う、丁寧に作った牛丼の味っていうのをですね、皆さんにも体験していただきたいので、ぜひですね、こちら作ってみてください。今日ね、実はこの撮影日の今撮ってるね、3時間前に僕ヒルナンデス出たんですけど、あまりにも酒飲んでなくて普通すぎて、誰って言われました、ね、みんなに。リュウジさんの良さが全く出てませんみたいなね。さすがに僕も昼の番組でお酒飲むわけにいかないので、
それは本当すいませんでした。だからお酒飲む姿は YouTube 限定で公開します。もう存分にこちらを見てください。よろしくお願いします。